フレイヤー・アールブレヒトは、ベルギーのバレーボール選手である。ベルギー代表。2018、19シーズンクロベアクアフェアリーズ、所属していた。2006年、ベルギー代表に初選出される。2009から10シーズンには、チャレンジカップディ・パレイボロ・フェビーニーレイ2009から2010で、ベストスパイカー賞を受賞した。 2012から13シーズンより、フランスリーグの強豪 RC カンヌで活躍し、欧州チャンピオンズリーグなどに出場した。2013年6から7月の欧州リーグでは、銀メダルを獲得し、自身もベストブロッカー賞を受賞した。同年9月のヨーロッパ選手権では、銅メダルを獲得した。2018年9月17日、V リーグディビジョン1の黒部アクアフェアリーズへ、 新戦力として入団。本人のコメントは以下。私はアタックの強いミドレブロッカーだと思います。もちろんブロックは得意です。サーブと守備でもチームに貢献できると思います。フレイヤー・アール・ブレヒト、BBT、報道ライブ黒部アクアフェアリーズ特集より2019年5月31日、黒部アクアフェアリーズからの対談を発表。本人からのメッセージは以下。 黒部アクアフェアリーズでプレイできて本当に楽しかったです。日本でプレイできたことは特別な経験になりましたし、日本の文化にも触れることができ、多くのことを学ぶことができました。大変ありがとうございました。私はチームを離れますが、チームの来期の健闘を祈っています。頑張れ。黒部アクアフェアリーズ。フレア・アール・ブレヒト、黒部アクアフェアリーズ対談選手からのメッセージより、 プロフィール SNS ありがとうございます。